ホーキング博士の書籍との出会いを機に研究者を志した岡島は、その後東京大学へ進学。天文学科を卒業後、同大学院理学系研究科天文学専攻にて博士号を取得し、ゴールドマンサックスへ入社した。なぜ研究者から世界的金融グループへの就職を選択したのか。天文学をはじめとする基礎科学って、人間が好奇心を持ち続けている以上絶対必要な学問だと思いますし、天文学とか物理学っていうのの発展自体が人間の生活にイノベーションをもたらしているとすごく強く信じていて、そういう中で、なので本当基礎科学って役に立たないよねって言って切り捨ててしまう世の中っていうのは違うなと思っていたっていうのがあります。指導してくれる先生がを見ている中で、なんかこう基礎科学の分野って公的資金以外に頼る、お金の頼り方もあるが、すごい頭のいい先生がお金集めに時間を使ってるのってもったいないなとか、なんか研究に没頭したらもっとすごいことになるのにみたいな、なんかそういう見え方をしていて、で自分はその起業とかして大したことないですけど、ちょっとうまくいってた経緯があったりするので、もしかすると私は、大学に入って大学の研究者として科学をに専念するよりも、なんか別のお金を取ってくる道みたいなので、そっちで役に立てるんじゃないかなっていう思いがずっとあったんですよね。あとは大学在学中にその獅子座流星群を見て、でアイデアの種として流れ星っていうのビジネスのアイデアがあった。でそういった時に、で私はこれからどうしようっていうふうに考えた時に、いつかは流れ星をこうちゃんと事業にして、その科学とエンターテインメントを両立させて新しいお金の道を科学に作りたいっていう思いと、あとは、そのために自分に何が足りてないかとかいろいろ考えた時に、まあ、お金でお金を生んでる最先端の資本主義の現場って何をやってるんだろうと思って、そのゴールドマンに入るんですよね。